はい、今日もあなたと百姓天国、本日は2020年7月10、金曜日ですね。さあ、そういうことでずらずらと秋の育苗が本格化しまして、こんな感じでね、どんどろどんどろと巻いておりますね。こんな感じね、もう芽キャベツとか葉も始まりましたですね。こうやってまあ秋のあれが4番手のキュウリね、また次5番手とか大きくなったら植えるということになりますが、奥のねミニトマトが壊滅しましたね。やっぱりまあ、なんていうんですか、環境はやっぱり難しいですね。やっぱり専用の小さいハウスを作ってやらないと、結局今このハウス1個だけなのでね、これから本格的にやっぱり、ただまあやり方でできるということが大体分かってきましたんでね、まあ設備投資ですよね。去年あれをやって、でまあ千葉にいた時代で、これでハウスをね建てて、ズドンと何百株やれば多分 OK っていう感じでしたけどもね、こちらに来てまだね、ハウスをこれからバンバン建てなきゃいけないということで、いやいや今年まずね、とりあえず出荷場建てなきゃいけないし、保冷庫も建てなきゃいけない、あとこういうハウスもね建てなきゃいけないっていうことで、本当にこれからハウス何棟建てることになるかっていう、そういう話でございましてね、まあ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 本格的に、まあそれほどだからね、2、3年、1、2年じゃちょっと全部を建てるのはあれですから、2、3年でとりあえずね何個か建てなきゃいけないということでございます。おお、もう巻いたかということでね、はいよ、したら今巻いたのがキャベツね、金径201、それではい、それ見せてくれる。で今から巻くのが、はい、スティックセニョールね、これでもう3番手でスティックセニョール、これで終わりでございます。はい、よろしく、はい、あれか、俺がまだ土作ってないね、はい、で次ね、ブロッコリー、芽キャベツ、それで、黒キャベツで、カーリケール、ドルチェオーレね、今日はできるだけゾンゾンゾンと、でレター祭、余裕があればレター祭という形でね、どんどんやろうかと思います。土を作るのがね私の役割でございまして、どんどんねやらんといかんちことで、さあ、疲れました、はあ、よいしょ、雨雨雨でございますよ。全くね、畑の方はもう全くできない状況でございますね。でやっぱりそのこんなに雨がまあ多いっていうのはね、この昨日その消費者の方とお会いしてね、こっちはこんなに、中部地方はこんなに雨、梅雨多いですかって言って、いや今年は特別ですよみたいなことをおっしゃったんでね、あ、やっぱそうかと思って よかったですね。毎年こんな感じの雨がね連続で降り続いちゃったら本当に何もできないですよね。多分全国的にまだ今日も雨ね、ずっとまだまだ雨が続いてるところ多いと思うんですけど、いや弱っちゃいましたね。全然ジャガイモを掘れる気配がないですねこれ。これね、冠水してるところありますけど、だからそこにはちょっと芋掘り機入れられないんですけど、ちょっと場所によってはね全部で3箇所あって、まだ1箇所も終わってないんですよねジャガイモ。なので明日ねちょっと畑のお手伝い来てくれる人がいるみたいな感じなので、明日もしかしたらもう雨の中掘っちゃいますかねと、ちょっとね考えている次第でございます。ちょっとわかんないですね、もう限界ですねジャガイモ。おそらくこれこんだけ冠水して雨に打たれていると、マルチはしているとはいえですね、おそらくもう腐ってくる可能性がありますので、ちょっとねピンチです。ジャガイモは一発勝負なのでね、来年3月分までの量を確保しなきゃいけないんですけど、もう本当にねしょうがございません。このままだと本当にジャガイモ畑の中で腐る可能性ありますね。頭痛いです。まさに雑梅雨という感じのね天候ですね。よいしょ、じゃあよろしくです。はいはい、よいしょ。今日もまたねできれば1000株ぐらい、これからまあ1回ね1000株ずつ、最低でも1週間に1回ぐらいずつね、巻いていかなきゃいけないんで、
まあそれでも今年はだいぶね、減らす予定ではありますが、植える畑がないですからね。まあ引っ越してね、約今半年ぐらい経ったわけですけどもね、ちょっと振り返ってね、まあ今の時点でうまくいっていること、うまくいってないことね、それぞれあるわけでございまして、やっぱりね、実際に来てやってみないとわからないことっていうのが山ほどありますからね。それでその通り計画通り行くことっていうのはほとんどないですから。ただ人脈作りみたいなものはね、なんか本当にありがたいことにいろんな方から声かけていただいたりしてね、売り先も含めて、その辺はね、全然また千葉とは時代とは流れが違う形でね、なんていうんですか、そういったなんかネットワークのようなものがね、生まれつつある感じですよね。千葉時代は本当に自分でね、売り先も含めて、孤軍奮闘しながら宅配セットやっていた感じですけどもね、こちらはなんかそういういろんなグループさんとかとお知り合いになってね、ネットワークを利用しながらやっていくというような流れになりつつある感じですね。あとやっぱり畑は本当に思った以上に水はけの問題とかってやっぱり、ここら辺がやっぱりその大規模な野菜の産地じゃないということはもちろんですけどもね、やっぱりそれにはちょっと向かないのかなというのはどうしてもありますよね。かぼちゃの出来が本当にね、なかなか良くなくて、まあ、しょうがないですね。まあ1年目ですしね、もっと高値にせんといかんっていうのはもうね、まあもちろん分かってたことですけど、まあ本当に来年、できれば来年もう高値のアタッチメント買わないと多分ダメですね。できないですねこれ。ミニカボチャの出来はもうほんと良くなくて、まあしょうがないですねという状況でございまして、よいしょよいしょ。キャベツはこれがね、最後の近畿2マルチですね。こっからだいたい今日ぐらい、今日待っているやつがだいたい前半戦、前半、中盤、後半とキャベツがあるとすると、これ前半の最後ですね。おそらく引っ張って11月ぐらいまでのやつですね。次のやつが綾風ってやつぐらい、綾風とかサボイエースとかその辺が中盤になってきますね。12月ぐらい。キャベツはですね、このように前半、中盤、そして後半ね、前半がだいたい11月ぐらいまでですか。で中盤ね、中盤というか、まあ3回に分けて便宜的にそう呼んでるわけですけども、中盤が12月1月あたりね、で2、3、で4ぐらいまで引っ張るのが後半ってことですね。まあその辺うまくね、品種を使い分けながらいきます。当然ね、キャベツはね、キャベツは正直言ってね、自家採集ではそこまで有機栽培では揃える自信は僕はないですね。なので、もう当然ですけど F1 種でね、もう毎年ほぼキャベツはね、作りやすいものを作っております。ちょっといいですか。はいよ、こんだけか。そしたら真ん中に巻きいいな、はい、真ん中に、よいしょ。いやー蒸し暑くてね、ちょっとこのね、育苗の土もね、当然千葉時代とは使ってたものが多少変わりましたんでね、それでやっぱりね、その育苗の出来も多少やっぱ違うんですね。であんまりよろしくないっていうのもやっぱりありますね。自分でやっぱり自分でこう感性的で、自分の感性でね、これとこれを混ぜてこれぐらいでってやってますけど、やっぱりそれもあんまりあれですよね。だからやっぱ千葉時代に使っていたものをなんとか仕入れられないかと今ね、画策してるんですけどもね、もしかしたらそっちの方が絶対いいっていうのをもう使っていて分かりますのでね、なんとかね、というふうに思っております。まあ難しいですな、いろんなことが、思うようにはいきませんのでね。よいしょ、こぼしちゃった。よいしょ、よいしょ。
端っこじゃなくて、真ん中にまくだよ。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。よっくらせ。よいしょ。よいしょ。まあペーパーブットはいつものようにこの14号ですね。これだと、ね、ちょうど105本、要するにワントレイ100っていうことなのでね、数が分かりやすくていいということでね、いつもこれで作っております。あの土の量がね、定食した時の土の量が多すぎず少なからずということでね、14号はだけど多分バラでは売ってないと思いますからね。私はあのもうロットごとズドンと買っちゃうんでね、日本農業システムで、5万ぐらいですか、5、6万、300でもワンシーズンでどうですかね、使いあの足らないことがありましたけどもね、多分こっちに来ればおそらく300か500だったかな、ちょっと忘れましたけども、とりあえずワンカートンってことですね。それで買うようにしてますね。もうこれが一番メインですから、これたくさん使いますんでね。もうだいたいキャベツ、白菜、などなど、そういうレタスはもうちょっと小さいやつですけども、こういう普通のね、主要な作物は全部この14号のペーパーポットで巻いてます。はい、もうね、雨の時にできることは本当にもう種まきしかないので、ちょっと前倒しでね、今日で茎ブロッコリーが終わりですね。なので、で、ブロッコリーがね、同時にブロッコリーの種まきも入ってきました。はい、まあ最近は本当にあのちょっとね、油断するとというか、もうホームセンターとか行って本当に新しい種どんどん出てきてね、もう茎ブロッコリーの新しいバージョンがいっぱい出てきてですよね。もう茎ブロッコリーは本当にいろんなのがもう出てきて、時期もね、もうアレッタとか普通に並んでますからね。アレッタっていうイタリアの、まあ正確に言うと茎ブロッコリーではないんですけども、即死をね、パンパクパンパクが取るやつですけどもね。はい、はい、あいよあいよ、種をまく人の方がやっぱ早いからね、土を作るよりもね。よいしょ、よいしょ。これもう重ねちゃってやろ、重ねたらダメ、ね、なのでこれを1個置いて、こうやってこうひっくり返しておいて、その上に、うん、こうやってひっくり返すんだよ。はい、よろしく。我々そういえば、連日ジブリのやつ2本見ましたね、はい、なんだっけ、もののけ姫と千と千尋の神隠しか、でナウシカはね、今日時間あったら夜ね、最終のやつが8時ぐらいなのでね、遅いのでね、ちょっとそれに行くかもしれないですね。私個人的にはハウルの城、ハウルのなんだっけ、ハウルの動く城が割と好きだったんですけど、それはやってないんでね。まあでも宮崎駿監督のね、あの一連のジブリ作品はやっぱり何回見てもそのいろいろこう、なんつったらいいんでしょう、こう奥が深いというかね、見逃してたワンカットとかっていうのに気づいてね、あ、こういう仕掛けだったんだとかね、いろいろこうね、分かるところが多いですよね。からその辺はね、やっぱり大人が十分にその鑑賞に耐えられるぐらいのエンターテインメントにね、本当に仕上がっていると思うのでね、面白いです、いいですよね。嫁はなんかもののけ姫が、もののけ姫がお気に入り。大人になってみたら、この間見に行ってね、あーなんかこの間見に行って本当になんかもう感銘を受けてみたいで、もう一回見たいっつって言って、いや俺はいいからっつってね、だから一人で今度もののけ姫もう一回見に行くみたいですけどもね。確かにまあおそらくジブリ作品の中で一番もののけ姫はね、
あのテーマ深いのかなと個人的には思うんですけどもね、どうなんでしょうか。よし、さて今日は黒キャベツももうねズドンと巻かないといけないですね、鉄器に入ってきました。それであとケール、カーリーケールとのその緑赤とかね、レッドケールとかその辺も今日負けた、今日負けなければ明日の午前中ですか、はい、そんな感じでね、明日じゃがいも掘れるんでしょうか。本当にねなかなかですね。よいしょよいしょ、はい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 、どんな感じ。この辺、この辺が一番あれ。さあ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ゆっくりください。はちょっと土が濡れすぎてますね。なんで覆土がちょっとやりにくいね。植え付けもねもうしたいんですよね。もう茎ブロッコリーに一番手がねもうそこそこ植えられる大きさになってきてね、7月10日でしょう。そうですね、まあ、例年もう7月これぐらいから作付けがねどんどんこうキャベツ2番手でレタス菜もねどんどんこうもう植えていいですから、この辺から植えていかないと7月の終わり8月の頭にはちょっとできてこないんでね、植えたいんですけどとてもじゃないけどね畑には入られませんので、やっぱねちょっと難しいですね。今年は厳しいです。はい、よいしょよいしょ、うん、よいしょ。さあまあこの半年間をね振り返って、まあ先ほど言いましたけどうまくいってる部分うまくいってない部分もありまして、でこれからのねだいたい向こう10年マックス10年で、こっからまあちょっとサバイオンで8年ですね、8年ぐらいでどこら辺まで行きたいかというね今目標設定をねしている段階でございます。うん、そこそこねあのその何ですか、はい、いろんなグループの方からはねいろんな新しい、事業といって大げさですけどもね、そういう話をいっぱい頂戴しておりますね、こういう大きいって言ったらですけどね、ちょっと事業全体をちょっとお金かけて設備投資してっていう形での話もねいただいておりますので、この地域を巻き込んでね、そういうのも多分やっていくことになるかと思いますんでね、やっぱり女性の方は本当にねパワフルなのでね、いろんなことをで、やっぱりその技術だとかね、例えばオーガニックでどこまでできるのかっていうのはなかなかやっぱりその辺は皆さん欲していた部分はあるわけですけども、やっぱりね、オーガニックで例えばやっぱりこう、自然農とかでやっぱり、生産量がやっぱりどうしても間に合わないということでね、それをこう自分たちでちょっと作ってたりしてもね、やっぱりそれを出荷にはなかなか安定出荷ってやっぱり難しいっていうのはねどうしてもあるわけでして、まあまあ難しいですね。まあ、我が農園の場合、私の場合はね割と広いところをやった経験がありますんでね、千葉の時代である程度オーガニックでね、ロットというか量を出せますので、そういった形でねまあいろんなところと組みながらね、これからどんどん出荷していこうというふうには思ったんですけどもね、よいしょよいしょ。パン屋事業がね、ちょっと嫁が今最近ちょっとね、パン屋の方お休みしてるんですけどね、カフェ事業の方がね、どういう形でやるかっていうのをね、やっぱりちょっとね、模索してる段階でございまして、うん、
この辺もね、多分ここ1年で多分形は、作れると思いますね。そっちの方に向けてね、やっぱ最初の 2,3 年はやっぱりこう足場固めですね、事業のね。でももう本当にこっちに来た一つの目的でもありますけどね、生産だけではないっていうところはね、本当にもうやっぱりそれをイメージしてきたので、そっちの方はね、流れ的にはとてもいいんですね。生産はやっぱりちょっとね、ここのこの新しいところでね、生産を慣れる必要がありますんで、ちょっと時間 2,3 年はかかるかなという感じはしてますけども、高畝用のアタッチメントもね、やっぱり多分管理機でやらないといけないでしょうね、おそらく最終的にはね。なのでそれをちょっと買って、かぼちゃの作り方なんかはちょっと変えないといけないですね、というふうに思っておりますんで、よいしょよいしょ、いや水ずっと連日雨でね、まあまだ今はね、最初の 2,3 年は本当にこう基盤を固めるところなのでね、どんな風にやろうかって、まあそうしながらね、 2,3 年するとこういろんなこの土地感も含めていろんなことが見えてきますんでね、今まだちょっと何もわからないのでね、あれですけれども、よくらせ、水の量を調整して、はい、よいしょ、ちゅうことでだいたい10分ぐらい喋りましたか。ブロッコリーね、はい、今年はブロッコリーはもう2種類ぐらいですか、本当は3種類ですね、極早生の品種で、緑霊とかね、使いまして、緑霊、ハイツ、チャレンジャーとかで行くんですけど、今年はもう緑霊パスして、多分もう前半戦は多分茎ブロッコリーでいいんじゃないかなと。あとやっぱりカリフローレでね、ドルチェオレでってやつですけど、茎カリフラワーでね、もうしのごうという作戦ですね。さあということで、くっちゃべっとらんで、どんどん嫁がね、種まきは本当にだいぶ嫁が早くなりましたんでね、私の土作りが全然追いついてないということで、頑張って巻いて作っていこうかと。あっという間にこのハウス多分ね、そちらがもう埋まっちゃうんでね、いやいやいや、やっぱりハウス本当にね、立てんといかんですな。ということで以上でございました。